どうも、ミネです。今回はこの虚栄都市をオーディオコメンタリー風プレイ動画ということでやっていきたいと思います。一度 PS4 のシェア機能を使って録画したものに後から声を入れるという形をとっておりますので、苦手な方はブラウザバックしていただくという形でよろしくお願いいたします。はい、ということで虚栄都市やっていきましょう。ねえ、ここぴったりだよね。ちょっと今自分でもびっくりしたんだけど、ねえ、オプション変えてますよ。これ本当にコントローラーを持たずに実況ってしていいのかなってちょっと自分でも今思ってるんですけど、まあご了承願えればと思います。どうでしょうね。ん？ニューゲームやっていってますね。物語の始まり、どこにでもあるような風景、どこにでもある日常。日常がどう崩れていくのか、変わっていくのか、楽しみなところですね。街やレストラン、駅や港、今日も行き交う人々、そこ彼らの彼女たちの日常が今日も営まれている。読めないだろうなって思ってたんですよ、そのプレイしてる時もね。そんな日常の延長、ある年の4月、時刻は午後6時を少し過ぎた頃。この日は小雨が降っており、春だというのに少し肌寒い。読みたかったら止めてください。ここはプレイしてても止められなかったんで。この物語はこんないつもの風景から始まる。おっと、ここだけ長いね。読めばよかったね。長いね。虚栄に沈む都市、うん、始まりましたよ。俺も視聴者だからね、この動画においては。うるさかったらごめんね。青木場交番、花売ってるね。ここが舞台になる街で、今主人公視点だね。うん、最初これを見た時本当に主人公視点でずっとやっていくのかなって思ったんだけど、雨。ここで男性か女性かを選べます。僕は今で、ここで容姿が決まります。ハイテンションで街にやってきた。選択肢が容姿に反映され、ハイテンションで街にやってきたところだます。
これが僕です。イケメンだね。いいな、金髪に似合うイケメンになりたかったな。ここを迷ったんですよ。ミネイじゃないですか。サモミネイって書いてますけど、あれサモ関係ないんで、関係ないっていうか、ちょっと別の言葉のあれなんで、ミネイじゃないですか。どちらかに入れるとどちらかが入らないんですよね。ミネイとかそういうのもどうかなって思ったので、結構長いっすね、ここね。なので、私は。僕の名前は、はい、テンション高めの若者だ。あ、ここカットされるんだ。ミネイを漢字にして名字にしました。で、ケンは固定の名前です。かっこいいね。僕はある女性との待ち合わせ場所に向かっているんだ。そこも決められます。友人、とても大切な人、恋人、彼女のことをよく知らないな。これもまあね、見た目が変わっていくということですね。で、まあちょっと好みなんで大切な人にしました。大切な人だ。金髪も好きなんだ、ね、待ち合わせ場所はあの大通りを右に向かった先にある公園だ。親切ですよね、結構。さあ行こうか。行きましょう。俺はどの立場で喋ればいいんだろうね。 GO って書いてるけどね。夜の街に現れた巨大な影。よく降ればね、この数日ずっと雨よ。結構ね、この読むことを考えずに飛ばしてるんで、ねえ、はっきりしなさいよ。またあの女と会ってたらね、ダメだ、白状して楽になりたい。あまり読むことを考えずに撮ったので、撮ったっていうか、録画したので、ちょっと読めない場合もありますが、止めてください、その都度。この組み合わせもいいわね、なるほど。なんでしょうね、服かな？ほのかちゃん、とうとう。ん？何？ほのかちゃん？アイドルの双葉ほのかちゃんがついに。どうなったの？あ、ほのかちゃんのファンに君いいものがあるんだ。ほのかちゃんの生写真だよ。どうだい、買わない？買ってしまおうかなって思ったんですけど、意外とね、高くて、ちょっとやめました。これ多分、どっかでそれを欲しいっていう人がいたのかもしれないんですけど、この先いなかったっていうか、ちょっと見かけなかったので、いらっしゃいませ。多分見逃してるんだと思うんですけど、食べ物を食べると一時的にスタミナの減りが減ったり回復したりとあります。セーブポイントですね。で、体力とスタミナも回復できるので、結構セーブ回数は多くなってます。ただそこはちょっと自動的にカットされるようなので、このシェア機能のシステム的にね、なのであんまり気にはならないんですけど、はい、早速何か音が聞きました。はい、さっきの爆発で服が全部燃えました。上着がね、もう全部燃えちゃってかっこいいよね。絶対こういう時かばえないわ俺。はい、目つきが悪い偽ウルトラマンがいますね。偽ウルトラマン説明してもいいんですけど、まあ説明なかったんですよね、さっき。ウルトラマン第18話に登場します。映画みたいだ。流星期から来た兄弟っていうね、話に登場するんですけど、偽ウルトラマン、もう偽って言っちゃってるんで、もう正体言ってもいいんですけど、ちょっとここ顔見たいよ、顔見たいよって思って見れないなと思って諦めたところですね。で、とりあえずこの陸橋を渡って行こうとしますね。やっぱこんなに近くいたかってても、偽ウルトラマンがいたらウルトラマンもいる。こうやってこけるとダメージも食らうみたいですね。ちょっとめっちゃテンション上がってますよ、ここで。視点とかいろいろね、近くからの目線だとこうやって見れたりとか、いろいろ目線変えて遊んだりとかしてますね。ここね、プレイ中めちゃくちゃテンション上がってました。うわ、ウルトラマンだ。で、どこ行ったらいいんだろう。あ、これ取ればいいのかなって来てますね。街中に落ちている虚栄コインは大変貴重です。交番にと、ああ
なんか服とか変えたりするみたいです。まだちょっと今プレイしてる段階ではそれを見かけたことはないんですけど、交換できるポイントというのをね。ウルトラマンですね。かっこいいよね。っていうか怖いよね、やっぱり実際のウルトラマン。で、今どこに行けばいいかちょっと迷ってるところですね。なのでちょっと温かい目で見守っていただければと思います。本当にただ結構のんびり戦ってくれてるので、で、ダッシュとかもね、できるので。で、あれ？こっち行ける場所ないよな。こっちかって戻ってます。違います。ちゃんと右に曲がれば行けるんです。なのに戻ってます。すいません。映画みたいだ。本当にね、映画みたいだね。巻いてる巻いてる。偽。何が起きたの？あの警察官緑だったからね。何か結構重要なものとかだと緑のアイコンが出たりするので話しかけるといいと思うんですけど、なぜこいつは話しかけないんですかね。とプレイしている。で、このちょっとバグった女の子が向こうにいるんですけど、ただこっちでは行けないと。ちゃんと曲がって待ち合わせ場所に行けと。で、そうですね、指からエネルギー弾を出しているっていうのが本当に原作でもそういう攻撃方法をしていて、あとは飛行能力、催眠術、変身能力というね、いろんなパターンが見れたんですけど、あとは何だったかな、海音波とか放射能を、放射能の霧を体から発するとかね、結構今やったら危ないんじゃないかなっていうネタをねやっておられますね。で、ここでやっと行けるようになりますね。スマートフォンにメールが届いていましたね。届いてたかなってちょっとこの時思ってます。で、三角押したら見えますよっていうのが出たので見ます。街が大変なことになっているようですが、そちらは大丈夫でしょうか。私は待ち合わせ場所の公園にいます。気をつけてくださいとね、ゆきさんから来てます。で、それに対しての返事を選べます。この辺はね、元アイレムということで結構いろんなね選択肢があると。本当に多彩な選択肢があるんで面白いんですよね。これ激しい爆発や火災が発生している模様です。で、こっちに行くと、皆さん建物の陰に隠れてください。避難してください。そこのテンション高めの方、あなたも早く。通りの向こう側はまだ火災が起きていないわ。諦めちゃいけません。諦めなければ絶対に助かります。私も絶対諦めませんから、必ず助かりましょう。戦ってるど真ん中でその話をするのはどうなんっていう気持ちはすごいあったんですけど、てか今もあるんですけど、テンション高めの方とかこう反応されていくのいいですよね。そう、名前決めると名前だけしか呼ばれなかったりとかありますけど、まあ金髪イコールテンション高めなんですね、この世界ね。で、あの丸いの欲しいなって思って戻ろうとしてるんですけど、あ、違うね、これはセーブだね。セーブをするって言って、セーブするとまあ回復とスタミナの回復ができるので、で、あれ取りたいなって行こうとしたんですけど止められました。こうやって避けるとね、左上ダメージを食らってます。で、こういうのもあって、こう倒れてくるとその先は行けなくなるんですね。で、巨人の足元とかを、本当面白いですよね、こうやってね回復振りながら助かる。ほら、偽物だからつま先のとこはちょっと上がってるんですよ、偽ウルトラマン。そういうのもちゃんと細かく作って、本当にすごいゲームなんですよ。熱ってなってますね、思わず言っちゃいますよね。で、どこ行けるんだってちょっと探してる状態です。で、こっち戻っても行けないしなーってなってます。じゃないね、回復しようとしてるね。食らったからね、さっきね。で、戻ろうとしたら、あ、もう行けないよって言われて、じゃあこっち側にどっか行けるとこあんのかって思って探してるとこです。どこ行けるんだって探してますね。この時結構焦ってます。録画してるんで結構焦りながら、え、どこどこどこってなってます。あ、こっちだよって。で、あの丸いのを取ってこっちへ歩いていくと、なんだ、貴様
の爆発だ。くそ。ダメだ。よくもやりやがったな。思わず机の上のジェラルミンケースを見る。思わず奥の冷酷そうな眼鏡の男を見る。思わず背の高いいかつい男を見る。思わず待っているお札を取ろうとする。そんなん決まってるじゃないか。滑稽だよね、これね。すごい滑稽な光景だよね。まずい、見られたぞ。始末します。誰や。いや、気づけよって。だってメガネの方ウルトラマン見てないもんね。とにかく逃げよう。なんで怪しい男たちなんだ。少なくとも親切な人には見えないな。逃げよう。捕まると大変なことになりそうだ。逃げよう。逃げよう。親切そうじゃないもんね。ファイティングポーズだしね。ってことで上でドンパチやってるのに下で逃げるっていうね。これ逃げるパートがね、危機を脱出するっていう四角ボタンでできるみたいですね。でこうダッシュで逃げて、これで一応回避できました。で上に向かってますか。すごいよねこれね。もう絶対テンション上がるもん実際見たら。あ、でも実際見たら怖いかなやっぱり。これ来たらやばいなと思うじゃん。すごいすごい迫力だ。似てる。どっちが正義でどっちが悪なんだ。どちらも負けるな。せっかくなので巨人をバックに記念撮影を撮る。まあ若者だよね最近のね。インスタに上げちゃうんだよこれ。インスタ映え、インスタ映えちゃうかな。ツイッター映えかなやっぱりこういうのは。ヘイ巨人ナウみたいな。もう気づきかもしれませんが、L を少し傾けると歩き、大きく傾けるとダッシュ。R1を押しながら移動するとダッシュを行うことができます。で、スタミナが減少すると。で、こっちに。ほら、このアングルとかもう最高じゃない?だって、向こうにピントが合ってんだよ。はい。偽ウルトラマンの正体はザラブ星人でした。大怪獣バトルっていうのが何年か前にあったんですけど、それでの CV は青野さんがされていたと思います。とても友好的な雰囲気だと思い手を振る。とても友好的な雰囲気だ。おい、やべえやつだって思うよね。で撃たれます。友好的な宇宙人に撃たれます。はい、間一髪逃げ止めましたね。こりゃすげえ。スクープ確定だ。途中で姿が変わりやがったらもバッチリ取れてる。これじゃ出られそうにないな。この人も結構かっこいいよね。煙が入ってきた。ここにいるとまずい。停電のようです。エレベーターは動いていません。ここにいると危険です。階段で上へ移動しましょう。ここにいると危険です。階段で上へ移動しましょう。さすがにね、ここは一人では選びませんでした。さすがにね、ちょっと両親がね、なんだかあのでかいのに狙われているように見えた。いや、やっぱ手振ったからさ。あいつの勘に触るようなことでもやったのか。おーいってやったから。おーいって。いいね、いい男だね。なぜ僕が狙われているように見えたんですか。別に何もしてないと思います。展開のあやでここにたどり着いただけです。なぜ僕が狙われているように見えたんですか。立教からこのビルの入り口までまるでお前さんを狙って攻撃しているように見えたからさ。まさにだよね。だとしたらここで一緒にいたら危ないだろ。俺も上に行くわ。
さんと一緒にいれば特ダネが取れるかもしれないってことだな。特ダネじゃなくて特撮ちゃうか。大塚だ。ネットニュースに記事を投稿してる。よろしくな。大塚の名刺を手に入れた。階段を駆け上がった。巨大異星人から逃れるためにビルに飛び込んだ。そこで大塚という男に出会う。彼は僕が巨大異星人に狙われているようだという。話している間に炎がビルの中に入ってきた。みんなは上階へと移動したい、していった。僕もその後を追うように階段を駆け上がった。ぴったりだ。で、ビルの中。ビル、煙あるのに上の方に行くっていうのはどうなんだっていう気持ちもあるんだけどね。煙は上に上がっていくでしょ。で、ほら、このアングルとか最高じゃない？ザラブをこうだ、こうやって見れるんだよ。こんな日が来ると思わなくない？って思って、一人称視点で見ようとしてます。わぁ、ザラブだーってなってます。はい。で、セーブの人がいるので、セーブをしようとしてるところですね。はい、ということで、ここら辺で一旦切ります。それではご視聴くださいましてありがとうございました。